こんばんは。今日は53ページ。5。物忘れは喜ぶべきこと。いいですね。物忘れ、丸です。最近、物忘れがひどくて、と嘆いておられる方が多いようです。でも安心してくださいこれは地球上の人々すべてが体験している現象であり、それが正常な状態なのです。脳の働きが低下したのは太陽光線エネルギーの低下によって起きている現象で、これは宇宙のルールで起きているのです。今までのその時代は太陽光線エネルギーで脳が発達する時代でした。心より脳が優先されたのです。脳の働き、すなわち損得感情で考える脳、知識を詰め込むための脳が発達した時代でした。しかしこれから王の時代は逆に脳より心が成長する時代になります。心、ハート有効線という目に見えない宇宙エネルギーが当たり始めていますので、有効線は心を成長させるエネルギーですから、有の働きを活発にするために自然は太陽光線のエネルギーを低下させたのです。そのために私たちの脳も今まで詰め込んだ知識、常識は不要になりますので、不要なものを自然はどんどん消し去ってくれているのです。ですから物忘れがひどいというのは、これからの時代に生きていくためにはどうしても必要なことなのです。みんなそうしたことがわからないから嘆くのであって、分かったらむしろ喜ぶべきことです。これからはまさに心の時代です。もう少し頑張る。本来脳は知識を詰め込んだり、くよくよ考えたり悩んだりするために働いているのではありません。脳の本来の役割は肉体の中で起こるさまざまな信号をキャッチして、その時はこうしなさいと命令するところです。確かに、そのように脳が肉体内のために日夜働いているからこそ健康が保てるというものです。これからの王の時代は今までのように知識を詰め込むと健康を保てなくなります。ところが世間では今脳にとって悲劇的なことが起きています。悲劇って何？物忘れは悪いという今までの常識の延長線上から発想した一つの神話です。そこで例えばテレビ番組でも、頭を鍛える方法、脳トレーニングなど常識を競うクイズ形式の番組が多くなっています。つまりこれから迎える時代に逆行している働きです。今はまだ時代の移行期ですから仕方がないのかもしれませんが、もう一部の早い人は脳で考えるより心で思うことの方が大切だということに気づき始めた人も出ています。その上、最近は血液が王の時代に向かって変化してきて、必要なものしか血液に記憶できないように
自然がしてくれています。ですから、物覚えも悪くなっています。最近頭が悪くなったと思えたら、王の道に入ること、つまり無理せずのんびりとやることです。世の中は気楽な方へ、気楽な方へと向かっています。知識より知恵と直感で動かされると、これからはいい人生になることでしょう。物忘れ、二重丸です。あ、丸ができてるから。丸、あ、丸になってるから、四角だったりして。またね。